皆さんこんばんは、和道です。2018年2月の19日18時57分です。よろしくお願いします。どうもこんばんは。音聞こえる？声聞こえてる？普通に大丈夫？音聞こえてる？愛子さんと別に何もないよ俺。何？何愛子って。俺別に何もないよ。何なんかあったって意味が分かんないんだけど。聞こえてる？声大丈夫？とつまちです。よろしくお願いします。なんかね、またね、花火師さんから連絡来たんだけど、なんかね、またね、俺のことディスってる仮想の天主が現れたんだって。まただからもう聞いてみようと話を。逆に言い分聞いてみたくない？アンチの何に対して言ってるのか。いや、枠開いてるんだったらじゃあ聞いてみようじゃん。全然意味わかんないでしょ。全然意味が。何をさ、グダ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 言われないといけないんだよな。なんかしたか俺。いや、意味がわかんないよね、全然。はい、わたつ。全然意味わかんないよ。なんか愛子枠で和道がディスってるって鳩が飛んでた。鳩でしょ。だって俺枠やってないもん。いや、キモいって言われても上がってくればいいじゃん、コラボに。はい、和道つ。おはよう。何がキモいよ。いらっしゃい、6号さん、いらっしゃい。嫉妬だけどさ、もう売名されるのすげえ嫌だよな、本当にな。知りもしないんだったらねえ、名前出すなよと思うよね。いや、よれてる人ばっかりだよね。なんで俺のアンチってよれてる人と頭の悪い人しかいないんだろう。ねえ、なんか売名の登竜門だよね、完全に。なんか和道ディスっとけばとりあえずいいだろうみたいなさ。本当にそれさ、やめてほしいんだよね。で、こんなことやっても上がってこないじゃん、そういう枠やってるやつって。意味がわからなすぎるよな。プロの配信者ならタバコプカプカしながら配信すんなよ。え、プロの配信者タバコプカプカしながら配信してはいけない理由は何なんですか？何なんですか？プロの配信者イコールタバコをプカプカしながら放送してはいけないっていう理由を教えてください。理由を。はい、和田つ。元気だよ。何なんだろうね。ちょっとよくわかんないよね。
慎吾さんは閲覧700ぐらいあるんじゃないの。実力的にそれくらいあると思うよ。実力的にそれくらいあると思うよ。全然閲覧700でもおかしくないよ。日頃トレーニングしてるよ。ねえ、カソナマヌシどこ行ったんだよな。上がってきて本人に直接物を言えばいいのにね。髪ね、美容室空いてないんだよね。美容室、いや、なんかドレスさん、鮫島さんの枠嫌いになったみたいなこと言ってなかったっけ。なんか放送で言ってんの、放送なんか言ってるらしいよね。どうなんだろうね、喧嘩してんのかな。インフルエンザになっちゃった、大丈夫。はい、ワード2。和道の放送飽きない、ありがとうございます。ファンコメントありがとうございます。ファンコメントあざーす、あざまーす。和道さん初めて見たの関慎吾さんと、あ、そうだったんだ。慎吾さんとねコラボできるとは思わなかったから嬉しかったな。ね、俺にとって憧れの人だからね。いや、もうドレさんはね、今ね、瞑想中だから、ドレさんはね、しばらく放置しないとダメだと思うよ。ドレさん瞑想中。コラボいいですよ、全然。上がってきてください。いや、俺は憧れてたよ。あ、いや、まあ、まあ、なんか、語弊がある言い方かもしれないけど、まあまあ、憧れてたよ。母子家庭の話してくれ。まあ、いいよ、別に。まあまあまあ、コラボを待とうよ。コラボ上がりたいっていう人いるから。まあ、コラボで、ね、コラボ者が降ってくるかもしれないし、話を。寝てないよ。のんちゃんのプラーツ散歩してた。美容室どこも空いてなかった。こそは？こそはというと？教えてください。何を教えればいいですか？何を教えればいいですか？なんかね、よっさんもね、会社辞めるって言って、慎吾さんも会社辞めるって言ってたもんね。何を教えればいいの？30号さん。何を教えればいいですか。はい、こんばんは。あ、コラボ来た。ちょっと待って。もしもし。あ、もしもし。はじめまして。あ、どうも。はじめまして。はい。ちょっと和道さんにね。はい。聞きたいことがあるんですけどね。はい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 。ちなみになんですけど、はい。日本の天皇制についてどう思いますか。日本の天皇制についてどう思うか。うん。いや、今現状いいんじゃないですか。天皇制は。いやいや、その天皇制に賛成なのか反対なのかをね。いや、いいって言ってるんで、いいって言ってんだから賛成しかないでしょ。いや、どうして。え、どうして、え、なんで賛成って言って何、どうしてって。賛成だから賛成なんですよ。いや違うし、なぜ、いや、なぜ天皇には、何が違う、違いますか。俺が賛成だって聞かれたから賛成だって答えて。いや、違う違う、そういう話を言ってんじゃなくてね。ね、どういう話、具体的に言ってよ、具体的に。いや、なんで天皇は日本の象徴なのか、それをね、聞きたいんですよ。賛成って言ってるあなたにね。あのね、天皇制度って別に俺が設計したわけじゃないから、頭悪すぎるでしょ。もともとそういう制度になってるんだよ、この国は。いやいやいや。うん。
いや、でもそれって。いや、いや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 じゃなくて、この国っていうのは、天皇が、ね、象徴になっていて、天皇制っていうのがあるの。俺が生まれた時から。で、どういう仕組みになってるのじゃないんだよ。そういう仕組みの国なんだよ、この国は。いや、でもね、僕、ちょっと、とあるね、噂聞いたんですけどね。うん、うん。天皇は、昭和天皇言うじゃないですか。はいはいはい。昭和天皇って、日本の象徴って言いますけどね。うん、イギリスのガーター騎士団のメンバーだったんですよ。ほうほうほう、だからなんですか？それどう思いますか？どうも思わないっす。ねえねえ、ガーター騎士団だったっていう、ね、ソースはどこなの？いや、2チャンネル。どうしよう。どうしようもなさすぎるっしょ。あれ、声聞こえてる？声聞こえてる？なん、チャンネルって言って勝手に切っていったんだけど。どうしようもないでしょ。二ちゃん一生見とけって話だよな。声聞こえてる？めちゃくちゃだろ、本当に。知らないよ、本人に聞いてよ。本人がガーター騎士なんだって言ってんだから。で、ソースは二チャンネルって言ってんだからさ。何言ってるか全然わかんないよ、本当に。アホでしょ、アホ。うん。逃げてないよ。勝手に抜けてったんだよ。向こうが勝手に抜けてったの。うん、俺じゃないから。俺じゃないから。あ、アイテムありがとうございます。いや、完全な2チャンネルだったな。ソースが2チャンネルってさ、もう何でもありってことでしょ。要は、便所の落書きがソースなんだって、あの人の話は。落としてないよ。向こうが勝手に抜けてったの。俺は落としてないです。向こうが抜けたんです。僕じゃないです。なんかよくわかんなかったね。ちゃんとしっかり論を張ってほしいよ。ちゃんとしっかり論を張ってほしいよ。初見さんいらっしゃい。便所の中にペロペロしたら汚いよ。ダメだよ。はい、おーすごい。メガホン200個ありがとう。なんで天皇制について賛成だっつったら怒られるんだよ。全然意味わかんないでしょ。全然意味わかんないでしょ。逆になんで反対なのか聞いてみたかったけど。まあまあ、次の凸待ちましょう。次の凸。はい、こんばんは。うん。アンチやめて応援すんの？ありがとう。二チャンネルだったね。完全な二チャンネルだったね。はい、アンチの人、俺に言いたいことある人は、言ってください。何でも。言いたいことある人はどうぞ。だからガーター騎士団なのは事実ですって言ったってさ、ソースどこって言って説明してって言ったらさ、だって2ちゃんだっつうからさ、あ、そうなんだってなるでしょ。別にガーター騎士団のメンバーだったから何なのって、昭和天皇がって、うん、だから何なのっていう。まあだから、そのちゃんと論を張ってくれるんだったら、ちゃんとディベートしたかったけど。ガチアンチ来てほしいね。はい、こんばんは。耐え難きよー、耐え。忍び難きよー、忍び。怒られるわ。怒られるわ。
偽物の偽物何でもいいよ、もう偽物でも本物でも、だからその人の論を聞いてみたかった、うん、ちゃんと言いまかせるやつおらんの、それやめろ、すいません、ごめんなさい、不敬罪で殺される。いや、ちゃんと聞いてみたいよね、アンチの言い分を、アンチの言い分をちゃんと聞いてみたいよ。宮内庁からすいませんでした、はい、すいません、申し訳ないです。玉音放送してしまってすいませんでした。ご先祖が泣く？なんで？なんで先祖が泣くの？ちょっとこんなもんかよ、和道アンチ、こんなもんかよ、頼むよ、ちゃんと言いたいことあるんでしょ、言おう、待ってるから、言いたいことある人言って、言いたいことある人ないの？メガホンありがとう、メガホンありがとう、言いたいことない？ウィーンって何？ウェン、メガホンありがとうございます。106個もタヌキに書かないよ、俺タヌキ見ないもん、あんなの。メガホンパチパチもありがとう。アンチなんていなかったのかな。だからお前ばあさんから金返したとかもコラボで聞くよ、突者に言わせてよ、そういうちゃんと俺のことね、ボロボロにできる人を呼んで、和道を詰められる人呼べばいいじゃん、うん、そしたら話聞けるんだから、言いたいことあるんだったら。卵味噌、違う、だからその卵味噌っていうやつが俺のことをボロボロに、その花火師さんから連絡が来てね、和道さんのことをディスってたからブロックしましたって、でそれ誰っつって、誰なのそれっつって、俺知らないわっつって、なんか毎日放送見ててなんか言ってましたよっつって、じゃあアンチとつまちするわって、その卵味噌っていう人からかけてくんじゃないのっつって、そう、なんか前も文句言ってましたよって、で花火師さんがブロック入れたっつってた、なんか昔からやってるらしいよ。いやだからガチアンチならかけてくれよ、いいじゃんね、本人がコラボとつまちやってるんだからさ、言いたいこと言えばいいじゃん。いや知らない、わかんない、聞き覚えない、ないよ、うん、うん、視聴者が一人なのにあいつを配信してたっていう、あいつ自身がその配信を見た、え、ごめん、何言ってるか分かんないな。電波さんはなんか2チャンネルが総数っつってどっか行った、セブヤマさん、誰それ、セブヤマさんって。いや別にだからディスってる人誰でもいいよ、別に、だから本人の言い分聞いてみたいじゃん、誰セイラって。いやタイトルはだからアンチ全員でいいじゃん、別にその卵味噌さんに限定しなくていいんじゃないの、限定する必要なくない。和道リスナーだけど監視されたところで何なのって監視するっつってもネットとかでしょ、うん、なんかネットの使い方下手なのって思うよね。和道はどんなところをディスられたら、うーん、どんなところを、どんなところをディスられたら、いやだからそれを待ってるんだよ、なんかアンチがいっぱいいるっていうわけじゃないですか。だからその彼らの言い分が聞きたいのよ、直接。いや俺もわかんないね。FC2 配信やってたよ昔。FC2 何配信してた？いや別に普通に雑談、雑談っすね。雑談。ドレさんは和道に内職配信でディスれなくなったと嘆いてた。いや花火いっぱいいただいてるんすよ。
デイリーランキングね、7位とかなんで。逆にドレさんがね、3時間放送やって花火3発とかだから、俺が花火上がれば上がるほどドレさんがリアルに聞いてるっていう現状が面白い。最近ネット、なんか、あれらしいよ。あ、ちょっと上がってくる。もしもーし。もしもーし。もしもし。ワドでーす。羽織ってる？いや、羽織ってないですよ、こっち側は。ほんと？はい。一応、アンチなんだけど。あ、俺のアンチなんすか？働いてますか？働いてますよ、はい。何されてるんですか、仕事。おまあ、インターネットタレント業っすね。インターネットタレント業？はい。やめ、舐めたこと言ってえぞ、お前。表出て、お前よ。はい。働けや、お前。じゃあ、表出て働くって何すか、表出て働くって。男は、汗かいて、体使って、はい。な？はい。働くんだよ、お前。それがお前、昭和の人間ちゃうんか、これ。いや、ジミーさんがそれをやればいいんじゃないですか。いや、俺それが男だと思うんだったら。いや、俺はニートだから。俺やんないから。え、なんでやらん、自分がやらないことを僕に強要するんですか？なんでだよ。俺がやってて、人に言えるっていうことをお前、どうなんだよ、お前、それ。いや、だって、ご自身が、男は、ね、昭和の男は、ね、汗水垂らして働くべきだ、外に出るべきだって言ってて、ご自身はニートなんですよね。なんで、ご自身が有言実行できないことを、人に強要するんですか？え、だから、お前は一つをやってるんでしょ、はい、お前は受け入れる状態にあるわけじゃん。ね、はい。それで俺がやってなくても、その凸を待ってるから、お前は意見を受け入れる状態ができてんじゃないの？あのね、意見を受け入れる状態じゃなくて、意見を聞く場所なんですよ。ね、で、あなたの意見を飲み込まなくてもいいですよね、別に。そこにねえだろ、バカ、お前。あなたの意見を聞くことはしたとしても、なんで実行しないといけないんですか？だって、あなたはご自身で働いてないわけですよね。ご自身でなんで働かないんですか、うん、何が？俺セレブだから。なんで働、セレブだから。ああ、遺産とか資産とかを持っていて働かないってことですか？そうそう、働かなくても食っていけるから、やってん、はい、何もやってねえんだって。白金ねえぜ、だから。いいじゃないですか、いいじゃないですか。でも、うん、なんでそれが男らしくないと判断されてるわけですよね。だってあなたが最初に言ったわけじゃないですか。男はだってインターネット配信でタレントやってるとか、はいはい、カツカツで生活してんだろ。いや別に見るからに別に大した家住んでねえし、はい、金持ってそうな顔もしてねえし、はい、だったら表に出て経験を積んで男っていうのは働いて顔に説得力が増したりとかするから、はあ、そういう風にやられた方がいいんじゃないのって。だってお前どう見てもさ余ったらカツラ下げてんじゃん、はいはい。ん？何の面みたいな。何の面すか？表に出て、ね、何の面すか？何の面すか？てめえの面だよ、バカ。え、違う違う。何の面してるっつったんですか？余ったれた面だよ。よくわかんないんですけど、余ったれた面っていうのが。え、だから余ったれた面したらいけないんすか？経験が足りないからわかんないんじゃん。何の経験っすか？社会経験でボケ。何すか、社会経験って。働いたら社会経験が、上がるんすか？いや、そうだろ。え、なんで？なんで？あとお前サラリーマンやったりとかしてもさ、ね、はあはあ、公務員でもさ、はい、どんな仕事でも別にいいんだよ。いや、やりたくないんすよ。働きたくないから僕、こういうことやってんすよ。やりたくなくて、今お前が聞いてきたんでしょ？社会に聞いてきたのは、なんすかって言ってるだけで、僕自身は働きたくないんすよ。だからこういうことやってんすよ。違う、話そらすなって。いや、話そらしてないっすよ。社会に出たら経験がつくかってことをお前が今聞いてきたんだ。いや、だから経験がつくかっていうことは別に、その経験いらないって言ってんすよ、僕。そうそうそう。いや、バカなのあなたっすよ。全然話聞けてないじゃないですか。僕、働きたくないからこういうことやってんすね。だから返答が間違えてるから、それに対して指摘してんだろ、聞いて聞いて。聞いてない、あなた話。ね、働きたくないからこういうことをやっていて、で、働く経験は必要ないから、うん、僕には関係ないんですよね。働きたくないからっていうふうに言ってたけど、お前一番最初に働いてますけど、はい、インターネットでタレントやってますって言ってるけど、矛盾してるけど、どうした？全然矛盾してないですよ。僕は自営業でやりたいってやってるんですよ。わ、うん、かります？何がすんの？だって働きたくないからっていうふうに言ってたのに、一番最初は働いてます、はい、インターネットタレントやってますっていうふうに自分で言ってたじゃん。やってますよ。
え、どういうことですかって、どういうことですか、あなたが言ってる働くっていう概念は、公務員とか、ね、サラリーマンをやりなさいって言ったわけですよ。で、僕は全然それはやるつもりないですよって、僕は僕でやりますからって言ってるので、どこも矛盾してないですよね。全然矛盾してなくないですか。え、なんで？だってお前は、ね。だってあなたが言い始めたんですよ。働くっていう概念っていうのは、サラリーマンであったり、公務員であったり、外で働くことって言ったから、僕にはその経験が必要ないんですよっていうふうに言ってますけど。で、僕は自分でインターネットタレントで働いてますけどって言ったんですよ。で、別に全然矛盾してないですけど、それをどこが矛盾と感じたのかよくわからないんですけど、言葉尻の上げ足を取ってるだけですよね。で、実際あなたは働いてないわけですよ。で、ニートでお金持ってて、はっきり言って話を聞いている限りね、全然あなたの方が社会経験がなさそうなんですね。顔とかで判断するわけでしょ。甘っちょろい顔って言ってるけど、別にあなたが働かなくて、ね、資産があってっていうのは全然構わないんですよ、僕は。で、僕はあなたの生き方に干渉しないんですよ。わかります？で、なんで僕はあなたにそういうことを言われないといけないのかは全然わからないんですけど、どういう見解ですか？なんであなたはあなたの価値観を僕に押し付けるのか教えてもらってもいいですか？なんであなたは自分のね、生き方っていうのを僕に押し付けないといけないんですか？それがわかんないですよ、僕は。え、言及したことはじゃあ俺で、別に僕は僕で生計が成り立ってるわけですよ。答えてみろよ。ね、僕はこのね、インターネット配信をやっていて、食えているわけですよ。で、あなたに迷惑は一切かけてないですよね。てめえが余ったれた面下げてから。だから余ったれた面をね、下げてたら、なんでいけないんですか？稼いでこいつってんだよ、ボケや。だから稼いでるじゃないですか。お前こっちに言ってることがわかんねえんだよ、てめえ。いや、だって稼いでるじゃないですか。だから社会で生き残れねえんだろ、お前。だから家に閉じこもってよ、インターネットでそういうフィルターを通さなきゃ人と触れ合えねえから、お前社会に出れねえんだろうがよ。それが松村だってめえな。クソみてえに、お前インターネットで金稼いでますからとかっていうふうに言ってんのが関の山だろ、お前。家の中で引きこもって、ネットの中でってお金もらう。顔焦られんのかよ、お前、そんなんで親に。なあ、おっさんにもなってさ、顎ひげ生やして。別に、迷惑かけてないですよ、ね。僕、インターネットにお金稼いでるんですとか言って、お前言えんの、親に。自信満々に。お前 YouTuber ですら今どうやって認められるってとこなんだよ。食いつぶしてるわけじゃないですか。で、あなたの方が全然社会的に役に立ってないんですよ。いや、役に立ってる立ってないの話じゃなくて、経験が足りねえっつってんでバカじゃねえの。親が金持ちだったからって言ってあぐらかいてるわけじゃないですか。何の話してんの、お前。社会経験がなさそうで、てめえの面が余ったれてっから思ってて、ボンボンだったからね、あぐらかいて脳が垂れてて、それで一生過ごす。おい、汗垂れ流して働いてこいつってんだよ、てめえ。でもあなたは働いてないんですよね。働いてねえ、当たり前だから。働いてない人に働けって言われる理由、働かへんやろ、お前。100億あったりよ、150億あったりとか、働かへんやろ、お前。いや、働けばいいじゃないですか。え、なんで親の資産食いつぶしてるだけ、心に面してるんだから働いた方がいいんじゃないですか。親の資産食いつぶしてるではなく、親に抑えられてんで仕事をすんなって。いや、働いてない。働いてないし、ね。親にそういう風に言われたんで、あんた働くなって。親の言うことは働くなっていうことは分かりました。でもなんであなたに働けって言われないといけないのか教えてください。アンチトツマチをしてるからってこと言ってんだ。本末転倒か。っていうことは、あなたではないけど、アンチということで、けども配信を盛り上げるために、ね、配信を盛り上げるためにって撮ってるっていうことで OK ですか？配信が盛り上がってねえからアンチトスマスとかやってんだろ、お前。他力本願じゃねえか、お前。それが何か仕事だよ、おめえ。お前だったら、お前ここで一人でよ、くっちゃべってなあ。リスナーでも盛り上げてみろよ、ボケ。こいつクソデンバーリーな、こいつ、このゴミ。一回。なんて言ってんの、ひよっこ、お前。映ってんだよ、ゴミ、お前。どんだけ回線弱えんだよ、お前。バカか、こいつ。こいつ、インターネットで一丁前に稼いでるとかって言っときながら、お前、インターネットの回線もお前、ろくに金払ってねえじゃねえか、バカが。しょうもねえ。しろがねえぜよ、なめんな。とか繋がってるわけでしょ。回線絶好調なんてゴミ、お前。調子悪いな、クソが。え、OK ですか？こそ、お前。はい？
何ですか？おい、お前、回線弱いんだよ。回線変えてこい。回線を変えるってどういうことですか？回線が弱いんだよ。これが貧民と富豪の違いだよ、カス。あ、聞こえる声。聞こえますか？聞こえますか？聞こえます？聞こえますか？聞こえます？聞こえてるかな？聞こえる？あ、オッケーオッケー、うん、はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。はい、はい、もしもし、もしもし。おい、ワード。はい。まず一言言わせてくれ。どうぞ。お前のことが大嫌いだ、俺は。マジっすか？ああ。嫌いで嫌いでたまらんのだよ。なんで嫌いなんすか？僕はね、君をニコ生時代から見てる、はい、ずっとな。もう。ずっと？ずっと見てる。ずっと？ずっと見てる。どれ何年ぐらい見てんの、ニコ生時代から。君がうなちゃんマンに売名した時から俺は見てる。4年ぐらい見てんだ。ずーっと見てるよ。 ずーっと見てんだ。うん。で、でも俺は君にコメントしたことはない。ずーっと見てるのに。ずーっと見てるのにコメントしたことはない。ずーっと見てんだね。で、ずーっと嫌いなんだ。でも俺は大っ嫌いだ。大っ嫌いなんだ。大っ嫌いだ。どこが嫌いなのか教えて。君は FC2 にいたよな。はい、いました、いました。いたつうか、まあ、半年ぐらいやってましたね。はい。閲覧が1とか2とかだったよな、あの時な。閲覧1とか2は、多分20人ぐらいはいたと思う。いや、いなかった。俺が見た時、ゼロの時もあったからな。え、ちょっと待って。あなたが見たのにゼロはないでしょ。だって、あなたが見たら1なんだから。いや、俺が入って1だったんだよ、だから。はいはいはい。それ、たまたま入ってきた時だったんじゃないの？いや、かなり30分1時間ぐらいは誰もいなかったぞ。俺は見てるんだから、ずっと君のことを監視してるんだから。ね、まあまあ、はいはいはい。うん、で、なんなの？ね。それでふわっちに来て、ちょっと閲覧が伸びたからって調子こきすぎじゃないのかなって僕は思う。いや、俺さ、でもニコ生の時さ、コミュ爆発しても5000人コミュ7回作ってるよ。それはうなちゃんマンのおかげだろ、まずは。きっかけは。まあきっかけはね、はい。売名だろ。まあ売名だね。うなちゃんマンの家にまで行ったことあるよな。うん、KW 行ったことあるよ。あれはあるでしょ。俺は知ってるんだよ。ずっと見てるからね、君のこと。ずっと見てるからね。うん、でも嫌いだよ。わかった、うん。嫌いなんだね、うんうん。嫌いだから見てる。ずっとね。監視はしてる。うん、辛くない？辛くない。全く。だってさ、4年間何を得た？俺の配信見て。君がお店を潰したりね。うん、潰した。うん。ね。生ポを受けましたと告白したりね。カミングアウトしたね。うん。あと、なんだ？職業訓練落ちたことあるよね。あ、落ちた、落ちた、落ちた。懐かしい、懐かしい。すげえな。ね。うん。前の彼女をね、AV に売ったんだろ？じゃあ、AV に売ったんじゃなくて、付き合った時にね、俺は彼女が、それ、説明したけれども、付き合ってた彼女がいましたと。で、アンチから AV って言われて、俺、放送中にクリックしたのよ、URL を。そしたら AV に出てたから、何これっていう話だから、俺が彼女を AV に売ったんじゃなくて、付き合ってた彼女が AV に出演してたのをアンチにバラされて揉めたのよ。じゃあ、ワドが、あれなの？売ったわけじゃないんだ、それは。俺は知らなかったの。で、AV に出てますっていうことで、え？ってなったの。なあ、二人でダンスしたり配信してたよな。そうそうそう。そうそうそう。あの後ね。あの後に、そう、めくれて、それで、まあ、いろいろあってっていうのはあったよ。そうだよな。まあ、君が頑張ってたのを俺はよく見てるから、ずっとな。でも嫌いなんでしょ？嫌い。嫌い。大嫌い。大嫌い。もう大嫌いなのよ。大嫌いなのね。本当に。うん。でね。だから俺はどれだけ嫌いかってことを言いたくて来たんだよ、今日。ああ、いっぱいよ、いっぱいよ。だアンチとつまちって書いてるからね。うん。だから俺はアンチなわけだよ。そうだね。ね。だから俺がどれだけ嫌いかってことを伝えても構わないだろ。構わないよ、構わないよ。どんどん伝えて。むしろ仲間増やさないと。何の？いや、だから俺もアド嫌いだわっていう。いや、いるだろ、いっぱい。タヌキにあんだけ書かれてんだから、相当アンチいるぞ、ワドは。
どれくらいいると思う？いや、かなりの数だ。3000人いるでしょ、まずフォロワー数ね、約。約3000いるね。うん。ね、その中の半数はアンチだから。間違いない。アンチはフォローしないと思うよ。いや、してるんだよ。俺みたいなやつがいっぱいいるんだよ。え、なに、卵味噌はしてるの？俺のことフォロー。してない。じゃあ、してないんじゃったら俺の意見で正しいじゃん。アンチはフォローしないんだって。するんだよ。してないじゃん。だ今さ、ね、最近アイテム飛ばなくなった。話変えんなよ。してねえじゃん。してないよね。まあしないかもしれない。しないよね。うん、だから多分3000人は普通に応援してるんだよ。いや、してない、絶対。だから、してほしくない。してないんだって。俺はしてないっつってんの、うん。してたら俺イライラするもん、だって。でしょ？だからみんなしてないんだよ。だから3000人は純粋なフォロワーさんなの。だから俺の意見とあんたの意見一緒だって。だから純粋なフォロワーなんかいるわけねえだろ。そもそも、和道に。いるでしょ。いないよ。それはいるでしょ。いてほしくないんだよ、俺は。それはわかる。気持ちはわかるよ。いてほしくないっていうのはわかるけど、いてほしくないっていうのといないっていうのは全然話が違うからさ。うん、でも俺はいてほしくないって気持ちだよ、ただ。わかった。それはわかった。わかる。なんて言ったって嫌いなんだもんね。大嫌い、本当に。大嫌いなんだよね。うん、大嫌い、うん。ちなみに年齢おいくつぐらいなんですか、うん、卵味噌さんは。34歳。もう2個上なんですね。うん。まあ、うん、同世代だよ。同世代ですね。うん、まあ先輩ですね。はい。うん。はい。いや、つまらんって言われても俺は落ちないからな、ちょっと。言いたいこと言わせてくれ。全部言って。全部。今日は言わせてくれ。今日言いましょう、全部。うん。うん、どうぞどうぞ。はい、でふわっち来てからさ、はい、ね、花火上がったりなんだりしてね、してますね。ね、はい、でスケボー買ってもすぐ飽きてね。いや、飽きたわけじゃないんですよ、あれは。と何よ、スケボーどこにあんの？じゃあ、あんの？スケボー。スケボーありますよ、そこに。持ってきます？でもやってないでしょ。やってないですよ。ね、はい。それはなんでやってないか理由は、それは見てる人はみんな飽きたと思うよ。まあ飽きたと思われていいんですよ。ただ僕は理由をちゃんと述べていて、通報が入って、うん、あそこの公園でスケボー禁止になっちゃったんですよ。で、スケボー、まあ、警察来たよね、その時。そうなんです。そうなんです。うん、だからあそこしかないんですよ、新宿って都会なんで。で、あのリアルなスケートボードのやってる人に迷惑かかっちゃうんで、で僕は配信をやってない時っていうのに何かをやるっていうのが苦手なんで、うんうん、やっぱそのスケートボーダーたちに悪かったんでやめたんですよ。ただスケボーはちょっとやりたいとは思ってますよ、今でも。でやってくださいよ。そういうので花火師が離れてったんじゃないの？もう花火師は離れてったのはまあ仕方ないですね、それで。でもちゃんと説明はしてますよ、ね、あそこでスケボーができなくなってって。で場所が借りらんないからごめんねっていうことは。でもスケボーが別にやりたくないわけじゃないですよ、僕。スケボー好きですよ。でも場所なんて東京都内どこにでもあるよね、はい、原宿だってできるとこあるだろうし。でも多分なんですけど、僕がスケボーで配信やってたら、うん、多分通報入っちゃいますよ。入らないよ。いや、現実入ってるんで、何回もボクシングやってても。じゃあ入っても大丈夫なようなとこでやるべきだよ。撮影って難しいんですよ。例えば施設内でやるっていうと貸し切りにしないといけなくて、1時間、うん、あの数万円かかったりするわけですよ。そこまでやる価値は僕はないと思ってます。だったら趣味でやった方がいいと思ってるんですね。じゃあやりたいと思ってるけどできないからやらないってこと？はい、まあスケボー実はプライベートでもやってるんですよ、実は。たまに。でもそれはツイートしてくださいよ。その証拠を残してくださいよ。なんでツイートしないといけないですか？プライベートでやったら、プライベートでやってていいじゃないですか。アンチとファンはそういうことが必要なんですよ、和道さん。ネタが欲しいでしょ、叩く。叩くネタはいくらでも持ってるよ。どうぞ。じゃあ、まあ、スケボーに関してはそういうこと。ね、あ、千葉スタイル、どうぞどうぞ。千葉スタイルのこと、はい、ね。はい。だから千葉スタイルのことって、ちょっと待って、千葉スタイルのことって何ですか？ただ千葉スタイルは気持ち悪かったとしか俺は言えないね。あ、まあそれは感想なんで気持ち悪いのはしょうがないです。じゃあ次行きましょう。じゃああと何、はい、FC2 でおちんちん出してたよね。はい、出してました。はい、うん、あれはな、どういう目的でおちんちんを出したんですか、あれは。ですね、エミさんってわかります？テレビに出演した生主の方。そうです、はい、漫画家のエミさん。今漫画家なんですけど、エミさんとコラボが決まっていたんですよ、次の日に。うん、でエミさんからね、うん、和道くんって、私が縛られるわけにいかない、 SM の配信だったんですけど、縛られるわけにいかないから、うん、和道くん縄で縛られるキャラで出てきてって。
ただ、うん、縄で縛られるときに和道くん毛深いから、うん、あの不快になるリスナーさんも いると思うから毛は全身剃ってきてねって言われたんですよ、うん、毛剃ってなかったじゃん、あの動画。あれはいやいや、ちゃん、いや毛剃ってますよ。それはにわかですよ。あれは毛を剃る配信ですよ。そうだった、全身の体毛を剃る配信っていうのをやったんです。でも閲覧は少なかったよね。それ関係ないですよね、閲覧が。関係あるよ。何が俺なんてな、ワド、いいか。はい。デイリー、俺昨日ワドに勝ってるからな。悪いけど。そうなんですか、それが何の関係があるんですか。あの、毛を剃る配信の理由は何だって言われて、その答えが、デイリー俺勝ってるっていう理由がよくわかんないんですけど、その、FC2 のことは、FC2 のことで処理していただいてもいいですか。僕理由聞かれて理由答えたじゃないですか。ね、まあ、FC2 の配信は何だっ、FC2 の配信は何だったんだって言われて、毛を剃る配信だったんですよって言って、で、たまこさんのアンサーが、俺はデイリーランキングお前より上だの意味がわかんないんですけど、どういうことですか、それは。とりあえずな、はい、な、毛を剃ったってことは納得したってことだよ。納得したんですね。ありがとうございます。で、次は、デイリーランキングが6位。あ、おめでとうございます。うん、で、何ですか？褒めてくれよ。いやだからおすごいっすよ。はい。な？いや俺なんて配信歴なんてまだまだ2ヶ月かそこらだろ。ああすごいっす。はい、な？ワードはもう5年も6年もやってるだろ？いやまあ5年目なんで4年終わってもうすぐあもう半年ぐらいで6年目に入りますね。はい。もうそこの家に住んでもう長いだろ？ここはそうですね4年ぐらい住んでますね。あれ壁穴開けたのはそこの家だっけ？ここの家です。ここの家です。あそこか。うん、はい。詳しい。俺は何でも知ってんだから。そうですね。すごい情報量ですね、うん。はい。すごいよ。ワドのことに、俺一番詳しいのはワドだから。うん、嫌い、好きなんですか？大っ嫌い。あ、大っ嫌いなんだ。うん、ただ、一つな、俺が言いたいのは、はい、な、この前、ミュウツーとのんちゃんが、あの、喧嘩しただろ。喧嘩しましたね。はい。ワドに止めてほしかったんだよ。だって、止めたら好きになっちゃいますよね。ならない。え、じゃあなんで止めてほしかったんですか。そこで止めて、ミュウツー対ワドンで、はい、ミュウツーにボコボコにされてほしかった。それって、喧嘩を止めてほしかったんじゃなくて、誰でもいいから僕がボコられてほしいって話ですよね。それはある。うん。あの、喧嘩止めなくても別に良くないですか。いや、だって自分の彼女だろ。はい、僕の彼女です。それはやっぱ、骨折るぐらい殴っちゃうんだからさ。はい。ね、止めてくれよ。はい、いや骨が折れたのは結果論であって、あの、うん、彼女が一歩でも手出されたら僕助けますよ彼女のこと。でも彼女が殴ってるんですよ。結果論だけどもそれぐらいの勢いはあった。違う、あのそれぐらいの勢いあったじゃなくて、彼女がね殴って骨折ったんですよ、うん、彼女が蹴られて骨折ったりしたら激怒しますけど、彼女がミュウツーをボコして結果骨折れたんですよ。でもだいぶ殴ってたよな。だいぶ殴ってますね、はい、な、そしたら、はい、いや、やめろよって、俺がやってやるよっていうのが男じゃねえのか。だって僕がやったら、僕、刑事事件で捕まっちゃいますよね。それでも女を守るんだったら、違う違う違う、だから女を守ってるじゃないですか。彼女は責めてるんですよ。なんで責めてる人を守るんですか。例えば戦場で戦があるって言って、羊っつって勝ってるんですよ。守る必要なくないですか。責めろ責めろじゃないですか。うん。なんか、ノイズがすごいらしいぞ、ワド。ノイズがすごい。いや、ノイズないと思いますよ。聞こえてると思いますよ。ノイズがすごい。ノイズないと思う。雑音がひどい。あ。多分大丈夫ですよ。続けていいですよ。うん。はい。それ、なんだっけ？はい。ノイズ俺？俺か？僕？あ、テイスティス。僕ですか？治ってないってよ、うん、まあいいや、とりあえず、うん、続けましょう、うん、俺の方がノイズ？和道が喋るとノイズ？俺？みんな俺？うん、どうしよう。これね、フワッチの電波の問題なんですよ。じゃあ落ちるわ、じゃあ。じゃあ一回落ちてください。うん、あ、いい。ノイズ治った？みんな治った？違うんだよ。これね、俺のね、機材の設定じゃないんだよ。
機材の設定がないの。ふわっちのサーバーの問題なのよ。直らない。誰か上がってきてさ、もう一回上がってきて。なんかね、これ俺の問題じゃないのよ。俺の機材の問題じゃないの。ふわっちの問題なの。いや違う、多分ね、ふわっちがね、パソコンのコラボ配信に対応してないんだよ。機材じゃないよ。だって通常配信やってた。音直った？みんな。音直った？もしもーし、音直りました？どう？音。直った？あのね、これね、機材の問題じゃないです。なんでかっていうと、普段放送してる機材と全く変わらない環境でやってるんですよ。だから、完全にふわっちのサーバーの問題なんです。コラボになるとダメになるの。俺の問題じゃないから。はい、じゃあ上がってきてください。僕に言いたいことある人。どんどん上がってきて。はいはい。これは俺の問題じゃないから。俺普段音声とかすごいクリアにやってるから俺の問題じゃないっす。あ、え？